ツイッター連動企画、質問答えまーす。イエイ。さあ今回ですね、ツイッターの方にたくさん質問が、来ておりますので、その質問に我々の方でお答えしていければと思います。はい、めちゃめちゃいっぱい質問もらったんだけど、はい、これちょっと動画で1本やろうか。質問答える動画1本作ろうか。あ、いっぱい質問いただいたので、その質問に答えるだけの動画も後で作ってあげますので、はい、よかったらそちらもぜひチェックしてください。はい、アトミックモンキー、入江レオナです。田村誠純です。アトミックモンキーチャンネル動画でございますけれども、はい、今回はですね、生配信で紹介しきれなかった質問を、はい、この動画の方でいくつか紹介していければと思います。はい、誠純もさ、生放送中にその、うん、ツイッター見たでしょ。はい、見てました。なんか気になったのとかあった？ですね、質問で読んでみたいなとかある？なんか自分の人生変えたなっても作品、過去ジャンル問わずありますか？人生変えたなって作品、はい、あります。これに出会ったから。なるほどね。まあでも人生っていうか、うん、あれかもしんないな、そのなんていうの、撮りたい笑いの方向性が変わったなって思ったのが、はい、笑いの方向性、方向性が変わったなって思ったのが、はい、あの鳩嫁って漫画があるんだけど、うん、歯茎って紹介してる漫画なんだけどその鳩嫁って漫画を読んで、はい、俺はこういう笑いがあるんだって初めて知ったの。どういう笑いがあるかめちゃくちゃ気になります。それまで俺が知ってるギャグ漫画って、はい、漫画太郎先生とか、はいはい、こち亀とか、うん、そういう漫画をずっと読んできて、はいはい、面白いなって思って、うん、初めて本屋さんでさ、あの本ってさ、背表紙があってさ、はい、他は紙の白色になってんじゃん、うん、そこがあのショッキングピンクとかに塗られてる漫画があったの気になってなんだろうって買ったのがその鳩嫁だったんだけど、それを読んで、あ、ショッキングなの色だけじゃねえんだなっていうのをすごい知ってなんていうのか、シールとも違うの。基本ね、動物なの、鳥獣戯画なんだけど。あ、そうなんですか。でもその中身がすごく面白くて、それ見た時に、あ、なんかこういう笑いとの方行ってみてえなって思ったね。未だにだから影響すごい受けてる全然その漫画の内容わかんないですけど、読んでみてもう一回話し合わない。あ、そうですね、ぜひ。そういうレオナさんが目指すのはこういうことか。レオナこれやりたいんだなって思ったら、多分俺のことをすごくバカにすると思うからそういう感じなんですね。ちょっと下に見ると思うから、ね、え、聖樹なんかある、人生を変えた漫画って。漫画ではないけど作品か、映画でもドラマでも。以前ゴルフラに出させていただいたときに、うん、僕のやってるラジオ番組、おすすめの、はいはいはい、映画あるって言われて、はいはいはい、時をかける少女が、はいはい、僕すごい好きなんですって話したんですけど、はいはい、うん、なんか時をかける少女を見た後に映画館出たら、なんかいつも見てる青空がより一層青空に見えたんですよね。うるせえうるせえな。なんでなんか人生観変わったのかな。ツイッターにポエムとか書くだろピースで青空こうやって撮ってる女子高生たちが5人で星作っちゃうみたいなまあでもわかるよ、なんかいい映画見た後ってさ、うん、そのちょっと俺ジョーカーって映画あったじゃん、はい、あれよ、バットマンに出てくる、はい、DC のジョーカーが主役のね映画があったんですよ、つい最近。ホアキン・フェニックスの主演でね、はい、俺東宝シネマに見に行ったのよ、うん、レイトショーで見て、はい、東宝シネマってこう歌舞伎町の中抜けてって階段登って映画館入ってくんだけど、はい、つまり映画見終わったら階段降りてくんのよ、はい、で作中でホアキン・フェニックスが、そう、階段踊りながら降りてくんじゃん俺さ、どうしてもやりたくてそこでやったの。うわ、その時にね、 ATO の小田垣さんと見に行ったんだけどそのシーンで後ろから刑事が追っかけてくるのよ、はい、で俺がホワキン・フェニックスで踊りながら降りてきたらさ、うんうん、小田垣さんは刑事やるべきじゃん。何を思ったかさ、小田垣さんも踊り始めたのそれもわけわかんないじゃん。だって俺がホワキン・フェニックスやってんだから小田垣さんは刑事やるべきじゃん。そうですね、横で踊り始めてこうやって踊りながら降りてきたのブチ切れたよね。なんでお前もジョーカーやってんだよ説教したよ。いいじゃんって言いますよ。やりたかったんだよ。いいじゃん。ごめん。ごめん。やりたかったんだもん。めちゃめちゃ怒りな。もその絵がすごいもう思い浮かびます。そこで怒ったのに、その後帰りながらさ、俺がね突然笑い始めたの。はい、ジョーカーっぽく。したら小田垣さんはさ、ちょっとびっくりしてなきゃダメじゃん。はい、俺はなんだこいつってなる、ね。私は笑っちゃうんです。カード出す準備までしてんだよ。うん、小田垣も笑い始めやがってさ。ダメだろ。小田垣さんは笑っちゃダメだろ。俺がジョーカーなんだから。めちゃめちゃ怒ったよ。めちゃめちゃ怒りながら帰ったわ。小田垣さんめちゃくちゃレオナさんに怒られてますよ、ね、なんかね、いや先輩ですよね小田垣さん。あのね、これ小田垣さんは年が俺より6個上だから先輩っぽくやってんだけど、
よくよく突き詰めると、はい、同期なの。あ、芸歴で言うと同期なの。同期になっちゃう。年齢は上なの。小田垣さんってあの社会人やってからこの仕事始めてるから同期なの。けど飲んでる時に二人で決めたことがあって、多分俺らの関係上レオナ君が後輩なのにそういうこと言ってる方が面白いから、それでやっていこうっていう密約を交わしたの。あ、そういう感じなんですね。そう、だからあんまりあのなんつうの、みんなが、はい、お前後輩だろって言ったりすると、おたけさんが周りを制するの。いやいやいやいいのいいのレオナ君ごめんねっつって言えなくて辛い時もあるねみたいなこと言うんだけど優しい優しくねえよ。優しくねえんだよ。いやもう、うん、またおだげさんの話だった。もう一個くらい質問いきましょうか、はい。どれがいいかな。なんかいろんなみんな質問くれてるけどさ、うん、あ、これとかいいね。レオナ君好きなお魚は何ですか魚の話が一番盛り上がるからな。そうですね、一番盛り上がるから。お魚の話が選手一番好きな魚何。僕はね、うん、カレーですね。俺も友達はい、というわけでたくさんの質問ありがとうございました、これからもこんな質問企画とかやると思いますんで、ぜひ皆さんたくさん質問してください。よろしくお願いします。お相手は入江亮奈と田村誠純でした。バイ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 。アトミックモンキー。